ミュージックエモーション。こんにちは、Pさんです。こんにちは、ナオヒーロー。イエイイエイ、ヨーヨー、チェキ。さあ、来週イベントだよ。ヨー、ドキドキしてきましたね。ん？ドキドキしてきました。ドキドキしてきましたね。うん、なんかね、天気良かったらいいね。いや、ほんとね、まずはね、なんだか梅雨だか梅雨じゃないだかもジメジメしちょってスカンが。そう、まあでも程よい気温じゃないですか、今の時期って。まだまあ ね、8月とかさ、もうめっちゃ暑いじゃないですか。めっちゃ暑いっす。ああいうのは嫌だな。あー、でもカラッと晴れ、どうだろうな、カラッとしてほしい。そうだね、とりあえずイベントの日、うん、温泉でも浸かるのもいいんじゃないですか。浸かりましょう。隣に温泉があるじゃないですか、うん、家族風呂的なやつとか。はい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 、貸し切りの。貸し切りのね、家族風呂もいいな。子供たち連れてくるんだったらそこに押し込めといてもいいかもしれないですねギュッとねギュッとギュギュッとね、はい、まあ、5、6時間ぐらい閉じ込めといて。いそうね、でも海見ながらこう疲れるのいいよね。あ、そういうおしゃれなとこあるの。そういう系ですよ。あ、そういう系、はい、あ、それいいですね。おしゃれなんですよ、ほのかみっていうね。ほのかみ、うん、はあ、よ、知ってますね。知ってますよちゃんと調べてますから。調べていろんなとこ行くの好きだからね。ほんと好きだね。で、ちゃんと調べるからね、僕はプランとか立てるの好きなので。はあ、はいはいはい、はい、僕は立ててもらったプランに乗っかるのが好き。はい、ほう、うん、自分でプラン立てるのはね、しない。それこそ、うん、子供たちが立てたりしないの。しない。まゆゆは、まゆゆはちょっとプラン立てたりするの嫌いだけど、うん、僕があまりにもしないから、はあ、行き先だけ告げて、あとはまゆゆに頼む。実はそのプランなんだけど、まゆゆに僕が渡してたっていう、ね。ほう、はい、だったら面白いね。だったら面白い素敵なプランになりそうだね。そういうことですね、うん、多少ね金かかるけどねあーなるほどね、高いところ、うん、やっぱね高いものがいいんですかね。高いところっていうか、まあなんだろうね、そこに何を求めるかじゃない。安くても、はいはい、そのあんまり行ったことがないよとか、例えば大仙滝とかね、はい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 、あ、ちょっと ね、 いいですね、体験できないその時間を味わうために、うん、そういうとこ行くとか、はい、逆にちょっと高級な旅館で、はいはいはい、そういった接客を楽しむ。あ、なるほど、うん、空間と接客だよね。接客は楽しみたいですね。ちょっと最近楽しんだ記憶がないですわ。たしなみましょう。たしなみたいね、はい、はあ。接客がなんか怖いなってとこってどっかあります？やっぱりねちょっといい和食店とか、うん、高級和食店とか、着物とかで出てきてらっしゃって、あーとかもあるね、とか三つ指でガラガラっと開いて、そうそう、 あのなんだろうな、まあ、京都の京都しゃぶしゃぶ屋さんとかもほうすごく接客よくて、まあ、それこそ着物だったしね、着物で、まあ、こう畳でさ、個室で、でちゃんと一個一個全部説明してくれて、ははは、あのなんだろう、焼き加減じゃないけどしゃぶしゃぶ加減とかも全部教えてくれるわけですよ。はあ、いいですね。何かしらの忖度がそこ働きそうなとこですね。働くのかなああ政治家とかも使ってそうだね。そう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 いうイメージがある。そうだからやっぱり歩き方もね綺麗だしね。あ、違いますか。とにかく神経使ってるんでしょうね。はあ、そういうの楽しみ、ドタドタしてないと、はあ、そういうの楽しみたい。行こう、連れてってくださいよ。いいですよ、うん、かける8人でしょ。うちわなんかないってのは置いていく。無理だもん。置いてったらかわいそうじゃないですか。例えば2チームに分かれるとかね。はい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 、うん、上対上と下で、そうそうそう、 V6 みたいなことですよ。神戦、そう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 、神戦でそういうこと、そういうこと。あー、いいですね。ね、あのぜひ私は上担当になりたい。ああちゃんちゃんレモとちゃんいちごと、はい、スイスイちゃんまで、はい、スイカまでですね。あ、ここ最高。まあまあ、うん、話が伝わりやすい、伝わりやすいね。落ち着いてる、うん、そっから下がいやわーでしょ、からやばいですね。いや、これからですよ、はい、意思疎通は、意思疎通頑張ります、うん、今ね想像してゾッとしました、うん、そっちのグループに行った時ね、ほー、
いいですか最近そういえば。え何がですか。コメントがたくさん来てますよ今日。コメントいっちゃいましょう。そうですよ。はい、じゃあたもっちゃんお願いします。いいですか。はい、高舞さんですね。はい、Pさん、直弘さん、お久しぶりです。お久しぶりです。高舞です。うん、いつも楽しく元気になるラジオありがとうございます。直弘さんはかかりつけの病院の医師なのでちょくちょくお会いしていますが、うん、Pさんにはもう1年以上、お会いできていないのでそろそろお顔を生で見たいなと思っております。うん、この放送が終わってからの月曜日は、入院初の全身麻酔で親知らず抜歯が待っています。うんうん、怖いですが2人のお声を聞けたのでなんとか頑張れそうです。無事に終了&退院してまた来週のラジオが聞けますようにって、応援よろしくお願いしますということでした。頑張って応援、応援ね。そうね、親知らず ね、 寝てる間に抜かれちゃうんだったらいいよね。いいかな。そんな頑張ることないかな。一瞬ね、多分麻酔するときがちょっと怖いくらい、ね、はいはいはい、初めてだったらね、うんうん、寝ぼけてますからね。そうぽーっとということで、高舞さん頑張ってください、ね、えピーさん親知らず抜いたりした。僕まだ抜いてないんですよ。でもいつかはね抜くかもしれない、ね、あれ抜くもんなの。僕も抜いてないんだけど。抜かなくても多分いいけど、なんか頭痛の原因になったりとかさ、はい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 、するみたいな。ああそうなんだ、うん、はあ。なんかもう今40になってこれからなんか親知らず抜くってこともあれですけども、まあ、抜かなくてもいいけどね。いいかな、うん、不具合がなかったら良いのかな。そうそうそう、不具合なかったらよしということでね。じゃあここで1曲流しましょうかね。はい、お願いします。はい、それでは、今週末のね、あ来週か、来週のイベントに出てくださるこの方です。聞いてください。日野江翔英でチアーソング。悔やんでばかりの毎日、自分はダメなやつなんて思っちゃいないかい。長所も短所もさあってこその人間だろう。降りかかるんだ。だけど一つだけ君に言わせてよね。君の笑顔が一番の魅力。Oh, no. 小さなきっかけが見つかれば、それが種となり花を咲かすだろう。まだ
全て投げ出すのは早いだろはい、聞いていただきました。日野江翔英でチアーソングでした。じゃあメッセージの方もっとお願いします。はい、今週もユミユーフィーさんありがとうございます。ありがとうございます。ピーさん、ナオヒロさん、こんにちは。こんにちは。ナオヒロさんの息子さんに向けて書いた曲今のままでいいって、うん、配信ライブで聴きましたが本当に素敵な曲ですね。泣いちゃうよね。泣きますね。私も泣いちゃうんですよ、うん。今月のライブではめっちゃ楽しい曲も聴き入る素敵なバラードも、うん、ぜひどちらも聴きたいです。頑張ってくださいね。ほう、頑張ります。魂でユーフィーさんの曲フラッシュバックかっこよくて、ユーフィーさんの輝きのある声も素敵さもよくわかる曲ですね。また久しぶりに昔の曲が流れて、うん、音楽を始めた今よりもっと若い頃を想像しながら聴きました。今週もありがとうございます、ということでした。ありがとうございます。さあ、ユミユーフィーズさんにねお会いする日が刻々と近づいておりますけどね。近づいてます。もうあと1週間かな。はい、はあ、帰らせませんよ。帰らせてあげてくださいよ。そんな急に男出しますからねこの方は。ということでね、楽しみにしています。はいはい、じゃあイクさんのメッセージもお願いします。はい、イクさん今週もありがとうございます。ありがとう。 P さん、直弘さん、こんばんは。こんばんは。直弘さんの曲今のままでいてが流れましたが、うん、思えば私も子供の頃家族と過ごしていて幸せだなと感じた時にこのままがいいなと思ったことがあるので、うん、自分と重ね合わせて懐かしい気持ちになれましたね。素敵な曲ですね。聴けてよかったです。魂だユーフィーさんのフラッシュバック、これはユーフィーさんの昔の曲ですね、うん、幸せいっぱいの曲もいいけど過去の恋愛を後悔しているような寂しい曲をたまに聴くのもいいですね。めめしいめめしいですね、はい。ミュージックエモーションさんでユーフィーさんの新旧いろいろな曲が聴けて本当に嬉しいです。いつもありがとうございます、これからもよろしくお願いします、ということでした、はい、ありがとうございま す。ではね、ここで1曲お行きましょうか。はい、行きましょう。聴いてください。田本直弘で幸せの形。
はい、聞いていただきました。田本直弘で幸せの形でした。さあ、じゃあメッセージの方戻りましょうか。はい、じゃあマリちゃんのメッセージお願いします。はい、 P さん、田本さん、こんばんは。こんばんは。仕事終わりにコメントしてないことに気づき、急いでコメントします、うん、ほ、 P さんが雨降らないようにしてくれたんですか。そういうことですね。私実は晴れ女なのです。ほ私って言ってますよ。ちょっと挑戦状ですよ。じゃあ来週のねイベント晴れでお願いします。本当ですね、はい。この前の土曜日にはユーフィー君の路上ライブがありました、うん、この日も雨予報でしたが、まだまた雨降ることなく、止められることなく歌いましたよ、うん、ユーフィー君のフライヤー配りのお手伝いしてました。スタッフだね、すごいね。全然働いてますねこれね、うん、立ち止まって聞いてくれたり動画撮ってくれる方々がいてとっても嬉しいし、彼歌うまいですねと話しかけてくれた方もいたんです、うん、ただのファンですが、いろいろな方とお話できて楽しかったです、うん、飛行機、友達が安いの予約してくれたので、うん、ホテルと別々で撮りました。友達有能だね。有能ですね。初めて鳥取 P さん、田本さんとの初めましてが楽しみです、うん、久しぶりの飛行機もドキドキワクワクです。26日 P さんも歌ってほしいです、うん、どういうことよ。あ、米子のゲゲゲの鬼太郎電車に乗りたいです。会場行くとき乗れたりしますかね。これ乗れますね。米子空港に、はいはい、まあ、駅が米子空港駅があるじゃないですか、うん、あそこで乗れますもん。乗れますね。なのでちょっとループバスがどこに止まるか分かんないんで調べないといけないけど、うん、まあ、そこまで電車で、まあ、行って、はいはい、まあ、無駄なことですけどね、時間があるんだったらちょっと遠回りになっちゃうけど、そこまで行ってループバスでまた夢港タワーに行くっていうようなプランだったらいいかなと。せっかく境港ならね、うん、時間があれば、はい、あ、北郎ロード、北郎ロードとかまで、あ、じゃあ境港駅まで行っちゃって、そう徒歩でねすぐ北郎ロードっていうね、うん、水木しげるロードか、はいはい、あるので、そこでね食べ歩きしつつの、うん、だ午前中早く来たら余裕だね。いや余裕ですよ、うん、午前中遊んでちょうどいいぐらいじゃないですか、ね、いい2時間ぐらい遊んだら結構ちょうどいい、ちょうどいい、楽しいよね、うん、北郎ロードから梅港タワーまで、うん、多分、まあ、車で行ったら、まあ、10分かかるかかかんないかだからね。それこそバスでね、うん、バスだと行かれたらいいと思いますね。ちょっと止まったりするからあれかもしれないけど、あ、なるほど、まあそこら辺もね、楽しんでいただきたいですね、うん、せっかく来られるなら、ね、はい、じゃあ次岡ぽんさんですね、お願いします。 P さん、たもっちゃん、今日も一日お疲れ様。疲れです。っていうかたもっちゃん、番組収録始まってすぐに疲れないようにね、ほう、2本目だと思うけどね。2本目ですよ。まあ自分の赴くままに生きているのがいつものたもっちゃんかな。その通りですね。そうですね。そうそう、港タワーの横の公園だと思うけど、キャンプ場と全天候型のバーベキュー場ができたみたいだね。すごいね、バーベキューセットも借りられるみたい。食材は自分調達だけど、あ、その方が絶対いいね。いいですね。キャンプファイヤーができるかどうかは知らんけど、うん、あ、たもっちゃん誕生日おめでとうと。ついでついでですね。いいじゃないですか、この食材は自分調達、はいはい、僕人のもんね絶対食べたくないので、バーベキューに関してはだっていつも用意するじゃん。あ、確かに、こだわりのね、この肉がいいみたいなのとかあるし、はい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 、私大体 P さんとやつ食べる専門だもんね、はい、食べる専門なんで、そういうね多分聞いてないと思う、何が何なのか。そうだね、もはや、うん、何牛かもう全然分かんないでしょ。分かんない。大抵ね近江牛とか田島牛かな。美味しいですね。ええ、もっぱらビールもね、ビールも飲みながら。そういえばビール、はいはい、プレゼントしたやつ全部飲みました。全部は、あ、全種類は飲んだよ。全種類飲んだ。全種類は飲んだ。美味しかったですよ。どれが一番良かったですか。一番良かったのはやっぱりなんとかピルスナーですね。はあ、やっぱ全然違うんだ。うん、全然違います。ほう、なるほどね。先週か。うん。いただきましたからね、 B さんに。そう、そういうことですね。あれ美味しかったですよ。まあまたお送りしますよ。ありがとうございます。ということでね、最後にこのスペシャルな、ほう、爽やかな曲お送りしたいなと思います。はい。はい、来週のねイベントにも出てくれます。聞いてください、魂だユーフィーで君トロピカルでいいんじゃない。一生一緒に巻いていこう、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 感じるままに、感じるままに、一緒に巻いていこう、一生一緒に巻いていこう、感じるままに、感じるままに。
してる君、あメソメソしてる君、そこの君、そう君だよ。何してる時間はないぞ、どうしてる損してる、 Do you understand?チャンス来る、でも来ない頭来る、そりゃそうだよ。大事だよその時間は、考える考えない、 Do you understand?understand? I'm so lucky, you're so lucky, 逃した魚見つけた、今度は逃さないぞ。 I'm so lucky, you're so lucky, 深呼吸して息を止めて、はい、魂田ユーフィーで君トロピカルでいいんじゃないでした。ということで来週ですね、6月26日ゆみね港シアターでですね、ミュージックエモーション開催いたしますので、ぜひお越しくださいませ。みんなに会えるの楽しみですね。楽しみ、本当楽しみね。ユーフィー君も初めてだしね。うん、本当に、はい、僕は久しぶりなんですけど、はい、楽しみ、ウキウキワクワクということで、今回も P さんと直弘でした。またね、バイバイ。